はい、では、確率分布をやる上で欠かせない分布表が正規分布というものです。で、これは、平均が M で分散がシグマの2乗、標準偏差が M となっているものの、データが多い時の分布がこんな感じの山がなりになっていると。まあ、要するに平均のところで、一番まあ人が集まっていて、で、それで、ばらつき方的にも左右対称みたいな形になっているような分布になっている。で、このような分布が、標準正規分布と言います。で、特にこれに持っていくような感じです。で、標準正規分布っていうのは何かというと、N の、平均が0で、ここ平均です。で、標準偏差が1のようなものになっているので。まあ、要するに、まあ、これが一番、まあ、均整化されたようなグラフになっていて。で、これとこれの関係に関してなんだけれども、まあ、こっちはじゃあ、どういう感じのグラフかというと、まあ、X 軸があって、まあ、Y 軸はまあちょっと書かないことにしておくと、まあ、同じような山型にはなっているんだけれども、まあ、例えばこういうふうにちょっととんがった山みたいになってたりとか、まあ、することもあるわけで。で、その時の、ここが、M になってて、で、それで、ちょっと並べてみます。ここは M になってて、で、標準偏差っていうのは、まあ、このなんか山の幅だと思ってくれればと思うんだけど、幅っていうのもちょっとあれだけれども、まあ、その、まあ、大きさもちょっと違い。で、ここからこれに直すときに、まあ、これちょっと Z としようか。Z が、N の0、1だとしたら、この Z とこっちの X の関係として、Z イコール、シグマ分の X-M というふうにします。こっちのデータ、例えば平均の人だったら M を当てはめると、0になると思うんだけれども、そのここにいる人がここに移ってきたりとか、で、あとは、例えばその、まあ、ここら辺の人がここら辺に移ってきたりとかするわけ。なんかこんな感じで。で、このような置き方のことを、これを、標準化と言います。で、データとして、まあ、このぐらい、まあ、例えば多く試行し、まあ、しなくて、例えばその、まあ、二項分布になったりとかしたとしても、この標準化をすることで標準正規分布に、まあ、直すことは、まあ、可能なんです。で、じゃあ標準化のちょっと例として。例えばじゃあ X が、じゃあ平均に、じゃあ分散が、じゃあ例えば2の、正規分布の時は、じゃあ Z がどうなるかというと、この Z っていうのは、まあ、そもそも X が、N の、2、
かまあ、一応分散が、2なので、まあ、2と書いてもいいし、まあ、ルート2の2乗というふうに書いてもいいですね。はい、要するにシグマはルート2だということで。で、その時の Z っていうのが何になるかというと、Z を、x-2 で、それをルート2で割れば標準化ができますよってことです。Today I wanna be the light to lead you where you're gonna be Whatever you say You may feel like being alone But I can be the one you lean on now The world is yours